例題の文章があってもう頭にこびりついてるんですけど、色のない緑の概念が猛然と眠るっていう言葉なんですよ。でこれは全く意味が分かんないじゃないですか。意味が分かんないんだけど文法上は正しいってことを分かっちゃってる、こういうあたりに何か糸口があったかなっていうことをいつも思ってるんですよ。なるほど。今おっしゃったものはすごく重要で、その意味がなくても文法的な構造だけで新しい言葉を紡いでいけるようになってるじゃないですか。音楽の歌詞とかも絶妙に無意味じゃないと人の心をなかなかつかみにくいですよ。あまりにも具体的で意味が通ってるものは歌詞として魅力がないじゃないですか、はい、だからそれなんかも典型的に言語が言語として勝手に自走していって僕たちの理解とか意味とか解釈とかと関係ない世界を勝手に作り出す力があるってことだと思うんですよね。面白いですよ、ね、だからこの言語のなんか世界性とか宇宙性みたいなのって本当に魔術的だなと。